アイスロックマンです。はい、今日はねちょっと久しぶりにこのプロギアですね、カプコンのシューティングのプロギアの嵐ですね、やってみたいと思います。久しぶりですねこれやるの。はい、2001年か、結構新しいですね。はい、これ何、結構マニアックですよねこのゲームね。これにするか。横スクロールシューティングですよね。これ前もね一回実況プレイやってるんですけど、だいぶ前に一回やってるんですよ。はい、5年ぐらい前に一度プレイしてますけど、それ以来になりますね。ちょっと久しぶりにもう一回やってみようかなと思いまして。はい、まあ、カプコンのねゲームですから。結構これもあれじゃないですか、当時弾幕シューティング流行ってた当時のゲームだから、割と弾幕系ですよねこれもね。はい、うわっ危ね、今ちょっと少し当たってたけど、弾幕系って感じですよね。はい、ボム、ボムみたいな。あー、やられた。おー、前やった時すげえ短い時間しかやってなかったと思いますけどね、すごい短い時間でやめてたと思いますけど、多分ワンコインぐらいしかやってないような気がしますね。はい、これボムですね。ああ、やられた。うわぁ、弾幕やなほんまに。うわ、終わった。弾幕ショーティングって当たり判定そんなに厳しくないんですもんね、弾めっちゃ多い代わりに。横スクロールの弾幕シューティングは結構珍しい感じがしますけど。うわ、この虫姫様ってありますけど、あれ欲しいんですよね。あれめっちゃ高いんですよね、 PS2 でありますけど、高くて買えないんですよ、値段高いんで。しかも中華ゲーム機で虫姫様入ってるゲームないし、ゲーム機ないし、ないんですよ。虫姫玉っていうのもありますよね、落ち物パズル系で。おお、うわすげえな、相変わらずもう弾幕が。ボムね、ボム。あ、やられた。めっちゃ撃ってくる。これ取れないよな、この。あ、取ってる余裕がないな。敵倒した後のあの転送のやつ。
おお。ああ、難しい。まあね、カプコンといえば対戦格闘ゲームのね、メーカーってイメージがあるんですけど、シューティングのメーカーでもありますよね。シューティングも結構たくさん名作を出してるんで。あ、まあ今はもうね、カプコンといえばもうバイオハザードか系かモンスターハンターのイメージの方が強いんでしょうけど、僕にとっちゃね、カプコンって言ったらストリートファイターシリーズとやっぱロックマンシリーズですね。カプコンとしては僕の中ではね。ストリートファイターシリーズとロックマンシリーズと魔界村シリーズですかね、僕の中では。はい、あとまあシューティングですね。そんな感じです、僕の中のカプコンのイメージ。うおー、そうそう、弾幕ショーティングって当たり判定が意外と甘いんですよね。これそういやゲームオーバーになっても時期変えられないんですね、うん、何回かコンティニューしてますけど時期変えれないんですもんね。ああ、やられた。おお。なんか少し前ね、ギガウィングとかガンバードとかやってたけど、これやってなかったですもんね。忘れてました存在を。はい、ちょっとね時期変えてみようかと思います。はい、もう一個時期使えますもんね、こっちの方。これ女性のナビゲー、これナビゲーターなのかな、こんな感じでしょうね。まあ違いがそんなにわからない気もするんですけど。体が痒いんで書いてる時にやられるんですよね。なんかアーケードゲームなんでポーズできないですからね。まあまあでもこれはエミュレーターだからポーズできますけど、あのあれでメニュー画面でね。いや、この時期夏になってくるとね、虫が多くてですね、あちこち痒くなるもんでね。これあの女の人のあれナビゲーターなのかな、あれどう違うんでしょうね。
ちょっとこれでこの 3機でゲームはなったら、ちょっともう一回リセットをして、あともう一人の女の子のナビゲーターに変えてみましょう。あんまり違いわからないんですけど、怒ってる。評価があまり良くないってことか。多分ナビゲーターですよね、あの女の子は。すごいですね、もうほんと結構これ広範囲に攻撃してくれますね。これ真上とかちょっと誘導的な感じで敵のいる方向に弾を撃ってくれるってか感じがします。あ、ゲームオーバー。はい、はい、じゃあ次この真ん中の子にしてみましょう。あんまり変わらないんでしょうけどね、そんなに変わらないとは思いますけど。これって家庭用で移植されてんですかね、PS か PS 系かドリキャスかなんかで出てるんでしたっけ。ちょっとそこがちょっとね、よくわからなかった、わからないっていうか記憶が曖昧なんですけどね。これコンシューマー出てたっけ、このゲームどうだったっけ。出てそうな感じもしますけどね、なんかドリキャスあたりで出てそうな感じしますよね。 PS2 って感じでもないし、ドリキャスっぽいですよね、出てるとしたら。 PS って感じでもないなと思いますね。多分ドリキャスかな、ドリキャスかセガサタンって感じでもないし、ドリキャスかなって感じがします。まああのギガウィングとか、そのなんつうのガンバードとかのその弾幕シューティングのあれで考えたらドリキャスが多かったんで、多分ドリキャスっぽいなって感じがしますけどね、出てるとしたら。一面、まあ一面のボスはまだ弾幕ですけど、まだ避けやすい方なのかなこれ。あ、倒せた。泣いてますね。これ一緒にあの女の子とこのね主役のパイロットが一緒に多分これ飛行機に乗ってるんでしょうかね。そんな感じですよね。男女ペアで飛行機に乗って戦争に行くっていうのはね、生きるか死ぬかわからない戦いに男女でね一緒にね行くっていうのはなんかいいですね、考えたらね。一緒に死ねるわけですからね、まあ、恋人以上恋人未満的な、なんかこう一緒に死ねるっていう意味ではなんか恋人以上みたいな感じにも感じますけど、はい、一緒にあの
あれですからね、共に死ぬわけですからね、そう考えたら一緒に共に死ぬ仲間をね選んでるっていうふうに考えれば、最愛の女性を選ぶというか、なんかそんな感覚がありそうな気がします。そうすると戦争当時だとね。でもどうなんか、第二次世界大戦とかその当時って男女でこうやって飛行機に乗ることってあったんですかね。どうなんでしょうね、わかんないですけど、はい、アメリカの飛行機とかだとありそうな気がしますね。日本の飛行機ではあまりなさそうな気がしますけどね、はい、じゃあ終わります、このゲーム。はい、面白かったですね。はい、ファイナル版アルファのねエミュレーターでした、これね。はい、ご視聴ありがとうございました。